そして長塚さん、はい、ちょっとスケボー初めてですよね。そうですね、うん、こう借りてやってみようと思います。はい、今日はですね、じゃあプッシュをプッシュ、はい、教えていきたいと思います。はい、はい、さあそれでは長塚さんから行ってみましょう。はい、頑張りましょう。プッシュメイクしましょう。プッシュメイクします。でもちっちゃい頃やってたからね、はい、それもある、ね、ありますね絶対。あと身の役ですからね、乗り方とか、ね、まず足はどこに置くんですか。どっち利きですか。右利きです。あ、じゃあ、左足を最初前に、左足を前に、はい、でこうやって押す感じです。最初、はい、あ、そうそうそう、あ、いいですね、いいでしょ、はいはいはい、はい、でえ、もう成功ですか今。いや、まだそんな甘くない。メイクじゃないの。まだメイクじゃないです。あ、違うんだ。じゃあ次はですね、これ押したら後ろ足を乗せましょう。はい、一気に怖くなりますよ。これ一気に怖くなりますからね。これね、僕らも怖かった。おお、すごい早いね。早い早い、すごい。メイク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 。お、いいですね。できた。できました。メイクしました。すごい、プッシュメイクですよ。すげえ、最高。メイクです。あ、メイクメイク。あ、あ、あ、えスケーターです。スケーター、完璧スケーターです。ターです。すごい、なんか感動するわ今。よかった、気持ちよかった。できちゃったけど、あ、もう終わり。やった、ナイスです。ナイスです。完璧メイク、ナイスメイク、ナイス。はい、じゃあそれじゃあ、はい、畑中さん、ちょっと待ってくれよ、いっちゃいましょうか。そんな簡単にできるの。チックタックを。あ、チックタックですか。あ、じゃあチックタック、おさらいとしてプッシュから。いや、プッシュはね、もう、はい、プッシュはちょっと、はい、できるよ。おー、いい、おー、いい、完璧、完璧、できるようになってきましたけどね。さすがです、さすがです。おー、すごい、チックタックを頑張って、はい、距離伸ばしましょう、距離伸ばしましょう。いや、マジちょっと緊張すんな。はい、いきますよ。はい、最初のか、いきますか。はい、で、はい、1。あ、危ない。あれ、あれ、全然じゃん。もう一回、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 今のなし、今のなし、今のなし。よし、いくぞ。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。おお、チック、チック、できてる、できてる、できてる。いいですね。よっしゃ、最高最高。いや、楽しいっすね、ちょっとね。距離伸びてましたよね。伸びてましたもん。完璧、安定感もありました。ありました。マジっすか。はい、よしよしよし。じゃあ続いては小林さん、いっちゃいましょう。はい、お願いしますよ。頑張ります。いけるかな。いや、これ思った以上に緊張するぞ。頑張れ。そうだ、思った以上だぞ。みんなに見られるってなるとやっぱね、そうだね、全然そう違いますから、本当。いや、僕もでもやっぱやっててオーリーの方が、はい、オーリーじゃない、グーフィー、あ、グーフィー、グーフィースタイルの方が楽なんです。あ、じゃあグーフィー、じゃあグー、この右足が前、はいはい、右利きなんですけど、やっていきたいと思います、はい、じゃあまずプッシュから。あ、おー、プッシュは完璧ですね。すげー、ランガじゃないですか、マジで。もうランガ、ランガ、もうランガ、早い、ランガ行くの。すげー。じゃあちょっと、はい、チクタクですか。チクタク行っちゃいましょう。チクタクは夜の公園でね、タスク君と練習してたんですけど、おなかなか難しくて。行きます。はい、行け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 、進んでる、進んでるよ。これもうちょいいけるかもしれない。いける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 、はい、いきますよ。ちょっと、いった、チクタク、チクタク、チクタク、ナイスナイス。難しいけど、メイクメイク、全然メイクですか。メイクメイク、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 メイク。なんかやっぱ、まあ、今の拙かったですけど、なんか技ができるとめちゃくちゃ嬉しいです。そうなんですよ。これ込みで嬉しいですね。マジたまらない。これやるべきですね、やっぱ。ランガ役決まった時より嬉しい。めちゃくちゃオーディション行った人、スタッフさんたちも見てるんだよ。ありがとうございます。
じゃあね、初心者の方、うん、まずこのプッシュとチックタックから練習してみてください。大事です。頑張ってください。はい、スケボーは練習すれば